皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2021年のドラマシリーズ、ウォーキングデッド、ワールドビヨンドのシーズン2。現代、ザ・ウォーキングデッド、ワールドビヨンド。1話が約50分で全10話。主な出演は、アリーヤー・ロイヤル、アレクサ・マンスール、ハルカムストーン、など。クーブリック中佐に説得され、ホープはニューヨーク州の CR の拠点に入り、そこで研究を続ける父レオと再会する。一方、飢餓を避けるためにオマハやキャンパスコロニーを全滅させる計画を知ったハックは、レオとホープの脱出を密かに助ける。というストーリー。ゾンビが出現してからの10年後を描くウォーキングデッドのスピンオフで、前シーズンの直後から始まる。相変わらず緊張感がなく、登場人物が軒並み好きになれない。特にアイリスは言動が自己中すぎてイライラする。唯一、ハックだけは良かった。本家シリーズのシーズン9の序盤で、ヘリでどこかへ消えていったジェイディスが登場し、ようやく本家とのつながりができた。ということで、評価は。Thumbs down.